うずらを切ります。うずらは種類にもよりますが、今回は丸ままのうずらの切り方になります。まずうずらはしっかりとこすり洗いをした後、足のかかとの関節の上から足を切り落とします。かかとの上から切り落とします。頭は硬いのでギリギリのところから切り落とします。羽も根元から切ります。両方切ります。半処理のうずらを購入している人は、形的にはこの状態のものからカットに入ります。ハサミは汚れたら必ずお水できれいに毎回洗ってください。うずらのお腹側と背中側、背中側に真ん中に背骨が通っているので、そちらをまず取り除きます。首の両脇からハサミを入れていきます。この時スッとハサミが通る状態は解凍のしすぎです。ハサミを立てながらしっかりと切っていきます。これが首になります。食べれる部分は背骨の部分以外の首の部分、皮を取ってごちゃごちゃといろいろついていない部分だけ食べれます。切れてしまった首も皮を取って綺麗な部分は食べれます。次にこちらが首側で、お尻側、内臓を取っていきます。お腹を開いて隙間ができるので、ここに指を入れると内臓がきれいに取れます。半処理の方はここまで内臓が入っていないので、だいたいこういう心臓が入っているかいないかぐらいだと思うので、入っていたら食べれるので取ってあげましょう。肝臓も食べれる内